はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの滝谷直樹です今日は偏差値六十五への算数えーまあねまあ文章題ですけれども最後はサーツ目算に、まあ、なる、えー、パターンですえーやってみましょうこの中学受験桜らチャンネルは中学受験の全教科全科目全単元を いつでもどこでも何度でもをコンセプトに作っているチャンネルですいいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップお願いしますさあでは早速やってみましょう西山途中の問題です中学1年生は男子の人数が女子の人数より6人少ないですボランティア活動で男子はペンを1人5本ずつ 女子はノートを1人4冊ずつ持ち寄ってペン1本とノート1冊を1組にしてプレゼントを作ったところペンが9本余りました中学1年生は全員で四角人いますさあえー、じゃあやってみましょう、えー、もう一回見ながらね、えー、図にしていきます中学1年生は男子の人数が女子の人数より6人少ない。 まず人数だけ、えー、考えると男子、女子。さあ、6人男子の方が少ないんです。ね、で、えー、女子の方が6人多いんです。で、そして、えー、男子は、えー、ペンを1人 5, 5本ずつ。1人5本。 さあ男子を四角人とおきましょうそうするとね5本を四角人の人が持ち寄ったわけですから全部で5る四角本が集まりますよねでこれを1本ずつ1本ずつ、えー、ノートとね、えー、セットでプレゼントを作っていくわけですさあ女子の方はノートを1人4冊ずつ持ち寄るさあ えー、ノートは一人四冊です。一人四冊。さあ女子を、この四角を利用して四角足す六人だとします。そうするとね、えー、まず、ね、四角かける四冊とあと、ね、この六人では六四二十四冊あと、 えー、集ま,りますよ、ね、ここは 6×4 冊ってことねこの四角人から4冊、ね、四角かける ×4 冊とさらにこの6人から4冊24冊でこのノートとペンを1人1冊ずつですからねノートは全部なくなったわけです。 でだけど、ペンの方はというと、一人一冊ずつ組み合わせていって、さらに9本余ったんです。ね、さあ、そうすると、これちょっと 4× 四角にしましょう。4× 四角。さあ5、5× 四角と 4× 四角の差が出ますよね。け×四角と 4× 四角の差は 24と9の33個差が出るわけです。ね、さあ、5× 四角と 4× 四角の差は、ねえー、これ33個なんだと。で、この33個の差というのは、ペンは5本、ノートは4冊。えー、1人ずつ、一、えー、人につき1つずつ差がついていく。1人につき一さ1つずつ1つずつ、 えー、ペンの方が増えていって最終的に33、えー、多くなった。ってことはでその差は1ね、えー、この1ですから3 3る1は33だからこれ33人ってことです。男子が33人。男子が33人で女子が それより6人多いわけですから、女子は39人さあそして何を出すかというと中学1年生全員ですから足すとああ繰り上がりはある七、ね、72人中学1年生は全部で72人います。 ちょっとね、見直ししてみましょう。5×33。これ165。ペンは165本集まりました。ノートはというと、えー、っと、4×39 ですね。四九三十六九、四三十二、百五十六え冊、ー、集まった。さあ、これ比べるとこっちの方が9本余りますね。合ってますね、これね。 はい、えー、いいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。